は最初期のアメリカ合衆国の蒸気、機関車である。発明家で工場主のフィネアス・デイビスが、ボルチモアオハイオ鉄道のために1832年に製造した。最初に商業的に成功した実用的なアメリカ製の機関車で、デイビスが B&O のために製造した2両目の機関車であり、1両目は1830年に B&O による 設計競技で優勝した。後にアトランティックと呼ばれる4から4から2の車輪配置との関係はない。製造費用は4500ベイドル、重量は5.9トンで垂直の日記筒のシリンダーを備えた。蒸気機関車の設計競技でデイビスは優勝したが、契約はトムサムに横取りされた。5両の機関車の製造契約に失敗した時、B&O は特許を買い取った。 これらのわずかな収入を注ぎ込んでアトランティックの製造に当てた。機関車は1835年に彼が死ぬ前に納入されて商業的に運行されアメリカ産の石炭を効率よく燃焼することで扱いやすかった。機関車はボルチモアで使用してエリコットシティまでの 21km の路線で運行に成功した。相性のグラスホッパーは水平の量と長い。 連接棒に由来して、機関車は1メートルトンの無塩単を燃焼して50、プシーの蒸気で、ボルチモアから64キロメートルの距離を走行した。この機関車の運用を満たすため、B&O は、ボルチモアのマウント、クレア工場で、類似の設計の機関車をさらに20両生産した。この成功にもかかわらず、アトランティック試作機は1835年に、 フィネアス・デイビスの死去後に解体された。理由は不明である。1892年にグラス・ホッパーとルイジの機関車である1836年にロス・ワイノンズとジョージ・ギリングハムによって製造された7号機のアンドリュー・ジャクソンが記念物として展示するために1832年製造のアトランティックとして再組み立てされた。以前の アンドリュー・ジャクソンは1893年にシカゴで開催されたバンコク博覧会で展示され、1939年に開催されたニューヨークバンコク博覧会と最後に1948年から1949年にシカゴ鉄道博覧会の一環としてホイールズ・エイ・ローリング・ページェントで展示された。その後は現在までボルチモアハイオ鉄道博物館で 展示されている。ありがとうございます。